初代、平出木三郎初代、平出木三郎から1908年3月7日は、日本の実業家、漁業家、政治家、衆議院議員、加賀国江沼郡橋立村出身。20歳で、堺商人、河内や陣兵に、戦国戦の先導として奉公し、日本海沿岸から江戸地を航海。1868年に、河内や総支配人に就任。 箱館戦争では新政府の兵器、領食を自己所有機船、トライチ市、トラジの2層で運搬した。その後、箱館に居住し、独立して、商業、漁業を営み、特に、千島漁業で巨万の富を築いた。また、箱館商業学校商議員、水産調査地方通信委員、箱館区会議員、箱館水道商議員、箱館町会所取締り、 シカゴコロンブス博覧会事務委員、大日本水産品評会出品委員、函館区共有財産理事委員、函館港湾築定委員、函館大体育長平参事委員、函館商業会議所会等、函館銀行取締役、函館港調査委員、函館港工事会領委員、北海道拓殖銀行設立委員、フィラデルフィア博物館顧問、函館区会議長代理者、 立憲政友会創立委員、第5回内国官業博覧会評議員、北海道会議員、同会議長などを歴任した。1902年8月、第7回衆議院議員総選挙で、北海道庁函館区から立憲政友会所属で出馬して当選し、北海道初の衆議院議員の一人となった。ありがとうございます。